こんにちは、フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。皆さんゴールデンウィークですがいかがお過ごしでしょうか。サッカーを愛する皆さんにとっても J リーグもあり、UEFA チャンピオンズリーグもありと、まさにゴールデンの1週間になってたらなと思います。私も皆さんのサッカーライフをさらに盛り上げていけたらなと思います。それでは F ちゃん TV 第3回始まります。 F ちゃん TV、ではここからはゲストコメンテーターの方と一緒にお送りしていきます。今回のコメンテーターは女優の神妻未来さんです。よろしくお願いします。早速ですが未来さんの好きなチーム、はい、聞いてもいいですか。好きなチームですか、はい、今日は、ユベントスの、はい、ユニフォームを着てるんですが、はい、かわいいですよね、はい、けどガンバ大阪のファンです。あ、そうなんですねそうなんですね。ガンバ大阪は結構前から好きで、ですね、ほんと小学生、違う、わお、小学生じゃないな、結構中学生ぐらいからずっと見てますね。じゃあもうかなりのサッカーファンということで。そうなんですそれにあの未来さんは遠藤選手のご親戚分かったと聞いたんですけど、私の父と遠藤康人がいとこ同士なんで、わ、まあ、それがきっかけで地元鹿児島なのにガンバサポみたいな。そういうことなんだ。だからよく大阪の方とか言われるんですけど鹿児島出身ですそうなんですね。びっくり。でもすごく嬉しいですね。それ羨ましいです私は、うん、遠藤選手のね、はい、応援してますとっても。あ、じゃ あの機会があったら伝えておきます。お願いします嬉しい、お願いします。ぜひ。ただですね、ガンバ大阪は現在 J1 で9位と苦戦していますね。というか、そうなんですよ。もうねホームでの勝利は1勝だけかな、うん、大宮戦の。そう、おでもガンバ大阪って私が見てる分には最初はねあんまり良くないんですよ、うん、結果がついていかないんですけど、もうどん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 ね、こういうタイプなので、そう、こういうタイプ、こういうタイプなんですねだからね、まあ心配はしてないです。お、そうなんですね、うん、心強いです、その言葉を聞いて、はい、ではフットボールチャンネル編集部が選んだ J1 ファーストステージ第9節ベスト11を見ていきましょう。そのですねガンバ大阪対川崎フロンターレ戦からは中村健吾選手が最多4回目の選出ということで、いや多いですね、活躍されてますね。4回目ですよね、うん、すごいな。そのガンバ戦この前川崎フロンターレとあったんですけど、今節、はい、やっぱね中村健吾選手いいところ行きますね。おー、あそこかみたいな、そう、見た方は分かると思うんですけど、うん、であとなんか自分が得意でないボールが来た時のこう切り返しの判断力とか、なんかサッカーをしたことない私でもわすごいわ、あ、上手な人って分かる、わかる、わ、超注目選手です、ね、はい、注目選手です。はい、ではこの中から視聴者の皆さんの投票によって選出された MVP を発表したいと思います。 J1 ファーストステージ第9節 MVP はじゃん、湘南ベルマーレの高山香織選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。高山選手は後半3分に決勝点を決めたんですが、この勝利がクラブの今季初勝利になったそうで、ね、さらにアウェーでの横浜 F マリノス戦では19年ぶりの勝利となったそうです。19年、このあれ試合ちょっと見たんですけど、はい、なんだろうな、 J1 今節初優勝、うん、あ、初優勝じゃない、初勝利、泣いてましたね選手たち、まあで、ね、すごい、この決めた高山選手は今季からキャプテンになって、しかもキャプテンがゴールを決めているということで、やっぱチームにもなんだろうエネルギーがまたみなぎったんじゃないですかね。そしてね、さっき打ち合わせの時話してたんですけど、19年ぶりということでマリノスのホームでの優勝が、はい、19年前は生まれてますか。生まれてませんショックだな。いやでも私もねまだ小学生なんで、
まだそうですよ、まだ小学生なんで、そう、若い若い、はい、では以上 J1 ファーストステージ第9節 MVP 発表でした。 FCHANTV 続いてはワールドサッカートピック、イエイ、はい、このコーナーではフットボールチャンネルが配信した記事の中で珍しいニュースや感動的な出来事など世界中のさまざまなサッカーのエピソードを紹介します。まず最初のニュースはこちらです。ジュビロ磐田のポーランド人ゴールキーパーカミンスキー選手のけん玉記録に挑戦しよう。ジュビロ磐田の公式 YouTube チャンネルでは選手たちがさまざまなゲームにチャレンジしているんですが、ポーランド人ゴールキーパーのカミンスキー選手がけん玉に挑戦しています。 VTR がありますのでまずはそちらをご覧ください。お待てカミンなんとけん玉があるということで、ね、私たちもカミンスキー選手の記録7回に挑戦してみたいと思います。はい、もうこれはね負けられないですね。そうですね、もう絶対に負けられませんはい、では未来さんからお願いします、はい、10回中で7回目にあのカミンスキー選手は入れたので、うん、それを目指して頑張ります。お願いします。いきます、コウズマ、いきます1回目宣言し、そう宣言しとかないとね、いきます、ほっ、まあ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 、1回目ですから、はい、次はいいですか、はい、お願いします。コジマいきます。勢いが違うんですね、ちょっと違う感じですね、うん、これ、はい、次バンバンいきます。バンバンいきましょう、はい、2回目いきます。やばいだいぶなんかね、シンプルな絵になってるんだけどかすりもしなかった。皆さんチャンネルちょっと変えないでくださいね、これ閉じないでください何やってんだこの番組みたいなカミンスキー選手をギャフンと言わせたところで続いてのニュースに行きたいと思います。岡崎選手所属のレスター、奇跡のプレミアリーグ制覇、おーイエーイ日本代表フォワードの岡崎慎司選手がですね、今季から加入したレスターなんですけど、イングランドプレミアリーグで奇跡ともいえる優勝を果たしました。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいですよね、うん、本当に。ただですね、なぜ奇跡なのかと言いますと、レスターは昨シーズンが一部昇格1年目で残留争いを続けながらなんとか14位で残留、さらにはですね、2008年2009年シーズンには3部にまで落ちていて、決して強豪とは言えないチームだったんですね。ですがですね、今シーズンは世界有数のトップクラブが集うプレミアリーグ優勝ですから、もうね、これはすごいですよね本当に。いや本当にすごい、しかも世界的に見ても異例すぎて、これはもうみんなが注目してましたよね、この試合本当に、はい、あまりに異例ということでですね、いろんなところでフィーバーしちゃっているそうでレスターに関するニュースがたくさん届いています。まずはこちら、トム・ハンクスレスター優勝で手にする金額がすごい。イングランドではサッカーの結果を予想してお金をかけるブックメーカーというのが盛んなんですが、ご存知ハリウッドスターのトム・ハンクスさんなんですが、実は開幕前にレスターに100ポンド
約1万6千円をかけていたそうなんですね、うん、これってすごい跳ね上がってそうですよね。そうなんですよ、ね、そうなんです。レスターの優勝予想のオッズは開幕前の時点でなんと5000倍、つまりトム・ハンクスさんが手にするのは50万ポンド、日本円にすると7770万円。もう何も言えない。本当にもうすごいですよね。すごい、私もかけとけばよかったなっていうぐらい本当ですよね。とはいえですね、トム・ハンクスさんの映画1本のギャラは21億円。しかも作品によっては興行収入の何パーセントかをもらうという契約をしているので、2009年の天使と悪魔のギャラは30億円以上、まあ、7700万なんとね、もうお小遣い程度なんじゃないかと言われているそうです、ね、7770万がお小遣いですよ。もう私7770円でもだいぶお小遣いです。いやもうだいぶですよ本当に大人になってもだいぶお小遣いですよね本当にはい、そんなハリウッドがこのレスターのドラマを見逃すはずがないということで、続いてはこちら。岡崎選手も出演、ミラクルレスターが映画化、監督役にロバート・デ・ニーロ。ほう、すごいまたニュースですねなんとですね、レスターの奇跡のドラマが映画化されることが決まったそうです。いやこれすごい見たい。そうですね、どう、どんな感じなんですかねこれは、ね、でもあれですよね、うん、監督役はトム・ハンクスさんではない。そうなんですよ ねそうなんですよ、まあ、でもロバート・デ・ニーロさんも素晴らしい俳優さんということで、うん、岡崎選手の役は日本人の俳優さんが多分やられるんじゃないかなと思うんですけど、誰がやるか楽しみですよ ね誰がいいと思いますか。え、私ですか、はい、え、私は阿部サダヲさん。おなんかちょっと阿部さん雰囲気似てません？あと10歳ぐらい若くて、そうですね、ちょっと年齢でもなんか細かい動きとかすごい得意そうだし、うんうん、確かに。なんかでもこれってサッカーを、やっぱサッカーの映画だからサッカーをやってた方がとか、サッカーを練習、阿部さんがサッカーを猛特訓して出演されたりした、ちょっとね、ちょっと見たいよね見たい、それこそ見たい。そう、気になりますね。ね、しかもやっぱこうやって伝説のチームに日本人の選手がいるっていうのはすごく日本の誇りでもあるなと思いますね、うん、はい、うん、来年の活躍にも期待しましょう。以上、ワールドサッカートピックでした。 F ちゃん TV、 未来さん、あっという間ですがエンディングの時間になりました。早い早いそうなんですよ、もう早いんですよね。そう、最初けん玉どうなるかと思ったよかったです、無事に、はい、でも私すごい好きになっちゃったんで。本当ですか、はい、これから小島講師できます。わありがたいです、ありがとうございます。この番組は毎週放送されますので、ぜひまた遊びに来てください、はい、未来さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来週。